まあ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 、うん、新鮮な島の恵みを使うことにこだわりました。舞台は福岡市にある小さな離島です。オロノ島。漁師が丁寧に釣り上げるイカをふんだんに使ったシーフードピザで、島をもっと元気にしたい、そんな人たちと出会いました。いや、いいとこと思うんですけどね。オロノ島を盛り上げていきたい、若き漁師が取り組む小さな島の大きな挑戦に注目しました。福岡市西区にある名の浜渡船場から65分、距離にしておよそ40キロ、玄海灘の真ん中に浮かぶ福岡市で最北端かつ最西端の場所、オロノ島。周囲およそ 3.5 キロの小さな島で、現在人口はおよそ160人、渡船は1日2便もしくは1便のみ、時間がゆっくり流れる心地のいい場所。港や路地ではたくさんの猫が歓迎してくれます。島はいつもこんな静かなんですか？いや、静かですね。いつもこんな感じですよ。もう音がするって言っても船の音がしてるか、風が強い時はもう風の音ばっかりですよね。着きました。どうでしょうか？ここが僕がオロノ島で一番いいと思っている映えスポットです。わあ、綺麗ですね。最高でしょ。でこれがやっぱ夏がやっぱ一番綺麗なんですね。太陽の角度の光の差し方とかで。いや、もう今日は快晴だし最高ですね。生まれも育ちもオロノ島の島田元気さん。本業は巻き網漁で玄海灘の魚を追い求める漁師ですが、もう一つ違った顔があるんです。オロノ島もやっぱり他の地域と同様に、やっぱ過疎化というか、やっぱ人口が減ってってるんですよね。島の魅力をもっとたくさんの人に知ってもらって、どんどん伝えていきたいと思って活動してます。漁師でありながら、オロノ島の島づくり協議会で広報も担当し、島おこしに取り組んでいるのですが、実はこんな過去が。元気さん、歌手目指したことありましたよ。そうですね、そんなこともありました。本当は歌手になりたかったですね。なれるもんなら。もう踏ん切りついたというか、踏ん切りついたから、目標が個人からこう、なんだ、この地元に目標が移ったというか、このオロノ島を残していくということが今の僕の夢というか。新しい夢を見つけた元気さんが島のために最初に取り組んだプロジェクトが、ブリを使ったアヒージョ、オロノ島の天然のブリを使ったアヒージョがオロヒージョという商品で、瓶詰めを作りました。港のすぐそばで作られているんです、オロヒージョ。主役は島で採れた新鮮なブリ、大きく切り分けたものをたっぷりと使います。鍋にはオリーブオイル、ニンニク、さらにローリエとバジル。香りが出てきたところでブリをたっぷりと加えて20分煮詰めれば、これぞオロノ島のブリのアヒージョ、略してオロヒージョ。パスタに和えてブラックペーパーとか塩とかかけていただいて食べるのが美味しいと思います。潮風を感じるペペロンチーノが完成しますよ。そして元気さんは今月、新しいオロノ島グルメを発表しました。それがオロノ島シーフードピザ。ピザに使う海の幸の量に今回同行させていただきました。出港しておよそ30分で到着。そして、おお、すごい立派。これサイズ的にはどうですか？まあ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 、まあ、あれ、これ触らないですか？触らんって、これに捨てたものでも死なん。丁寧に釣り上げられるオロノ島のヤリイカ、素手で触れるとイカが弱ってしまうため、触らないように仕掛けを外しイケスの中へ入れるんです。この新鮮なヤリイカをピザにするのは、福岡市西区福重にあるパンとピザの名店です。ピッツァアルターイオ。オロノ漁師の
方と知り合いになりまして、で、まあ、オロの現状とかを聞くようになって、でオロの食材をこう日本全国に皆さんに知っていただくことはどうやったらできるかなと思って、こういうピザを作るようになりました。こちらで使うのはオリジナルブレンドの小麦粉にたっぷりの水を含ませて作ったスペシャル生地、18時間もかけて熟成させているんです。広げた生地にホワイトソース、モッツァレラチーズ、そして瞬間冷凍、島内でやったものをこちらに持ってきて処理しています。まだ透明ですけどね、冷凍で。お刺身でも食べている状態です。オロの島のヤリイカをたっぷりと、さらにコーンと明太子を加え、これをオーブンへ。待つことおよそ10分、完成しました。美味しそう。オロの島のヤリイカを使った四角いシーフードピザ、旨味が濃い肉厚のヤリイカと明太子のハーモニーが楽しめる一枚です。こちらはオロの島で採れたイサキを使ったシーフードピザ、イサキの旨味をより感じられるようにあえて皮付きで焼き上げました。オロの島の魅力を全国の人に知ってもらいたい、そんな人たちの思いが形になりました。さらに元気さん、こんな企画も考えました。その名はもう島コンです。オロの島コンですね。島の独身男性と、そして、まあ、本土の方の人の女性を出会いの場、その機会っていうのを作ろうと思って、島に住んでもらいたい、そんな思いから企画したのが来月開催予定の島コン。島コンでは島の男性陣が海の幸を振る舞います。こちら島コンに参加するイケメン漁師の大和さんですが、魚を触ったことのない女性には坂口さん、さばき方を優しく教えてくれるそうです。ちょっといい、参加します。本当ですか。鮮魚抜群のブリの漬けをご飯の上に豪快に乗っけた郷土料理こねくりを振る舞う予定だそうです。全部うまそう。僕はそのオロの島をなくしたくない。人口が減っていけばやはりこの島もなくなっていくっていうのを食い止めたいっていう気持ちがあるので、やっぱこれを知ってほしいですよね、みんな。まずは知ってもらうこと。知ってもらえればきっと好きになってもらえる、そう信じているんです。いや、いいとこと思うんですけどね。いいとこと思うんですけどね、地元で、地元民が言うのもなんですけど。いや、ひなこ先生、元気さん、非常にパワフルですね。いや、パワフルですね、はい、そしてこのオロの島、美しくて豊かで、はい、もう最高じゃないですか、うん、本当住めるものなら住みたいっていう人いっぱいいると思いますね。ね、まあ、福岡市内からも、まあ、60分程度に行けるということですからね。でこの島コンですけれども、バーベキューや島の散策もあるということで、詳しくはホームページをご覧ください。